義理の妹という存在はただの他人だ。創作世界にあるような出来事と現実は違う。兄弟は他人の始まりっていうらしいけど、それが義理の兄弟ならば最初から他人で最後まで他人のまま終わるってこと。俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな。私たち似てるね、ダメなところも含めて。これはいつか恋に至るかもしれない物語。他人が家族へ、そしてその先へ。少しずつ変わりゆく日々を映す恋愛生活物語。義妹生活。2024年7月放送開始。